こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。フランスからピレネー山脈を越えてスペインを旅しています。今日はボイ渓谷からポブレの修道院に向かい、修道院で泊まります。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではどうぞ。5月31日、ビエルソのホテルで朝を迎えました。山並みの自然がとてもいい。ハム類すべて試してみました。道路に何かうごめくものが。羊の大群です。身動き取れません。さすがスペイン、のんびりしています。今日の行程はボイ渓谷に向かい、次にポブレの修道院です。ボイ渓谷に行くには何通りかの道がありますが、N265 線がこんな状態です。なんといってもこの辺り、ピレネー山脈のふもとです。今日は日曜日、空いているスタンドで早めに給油します。ボイ渓谷の入り口の町、バルエラに来ました。ビエルサからここまで約2時間かかっています。ボイ渓谷の教会に向かいます。この地域の村々には11から12世紀に作られたロマネスク様式の教会が数多く残っています。左のビエルサから右の星ボイ渓谷までの道のりです。最初に来たのがボイ村のサン・ジョアン教会です。ボイ渓谷のカタルーニャ風ロマネスク様式教会群として世界遺産に登録されています。ガラス扉に世界遺産マークがあります。大勢の観光客です。次がタウル村のサン・クリメン教会です。このサン・クリメン教会、その6層の鐘楼が美しい。犬は放し飼いになっていますが賢いです。上の町にも教会があります。サンタマリア教会です。その左隅に車を止めましたが、どうもサン・クリメン教会から歩いてくるようです。この地域の9つの教会が世界遺産に登録されています。世界遺産の教会に合うような街並みです。サン・クリメン教会が見えます。皆さん歩いてきていました。次にポブレの修道院に向かいます。ピレネー山脈を離れ地中海方面に向かいます。ポブレの修道院まで約3時間かかる予定なので、途中で休憩を挟みます。スペインは旅しやすい。その1、運転が楽である。とにかく道が空いています。ゆっくり旅気分を味わいながら運転できます。その2、物価が安い。その3、スペイン語を習っています。個人的見解です。一旦ジェイダ方面に向かいます。次にタラゴーナ方面に向かいます。タラゴーナにも世界遺産はあります。実は何十年か前にタラゴーナは訪問済みです。ポブレの文字が出てきました。畑の向こうに忽然とその姿を現します。今日の宿はこの修道院です。青の矢印がポブレの修道院で、ボイ渓谷から約3時間かかりました。修道院の入り口です。何度か目ですが、道の真ん中のポールはどうも馴染めません。もう一つの門があります。その門を越えたところに宿はあります。中は近代的です。修道院を見学しましょう。左のドアから入ります。ところが入場券が必要でした。インフォメーションセンターでチケットをゲットしました。日本語のパンフレットがあります。ツアー形式のようで16時10分からです。
修道院の建築は12世紀から18世紀にかけて行われました。修道院内部の見学開始です。すべてを回りましたが、主だったところを紹介します。台所です。修道士の食堂です。この修道院の目玉がこの飾りついたてで、その彫刻が素晴らしい。王の墓です。お墓がアーチにあるのは初めてです。飾りついた手を近くから見ます。2階に上がります。これはガイドしてもらわないと分かりません。2階部分です。そこから外に出ます。中庭の2階部分に出ました。そこから見る修道院の塔です。アップにしてみます。階段を降ります。この階段の手すりがドラゴンの形をしています。頭の部分です。面白い造形です。尻尾の部分です。これで終了です。ガイドさんありがとうございました。教会だけは無料で外から入れます。夕食は修道院のレストランでいただきます。ウサギとエスカルゴです。お腹が空いていると何でもいけます。普通に美味しい。日が沈みます。修道院もライトアップされます。また違う雰囲気の修道院です。話が遅くなりましたが、世界遺産にポブレの修道院として登録されています。どうですかね、修道院のシルエット。これでおやすみなさい。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はバルセロナに向かいます。都会はあまり好きではありませんが、バルセロナには2つの世界遺産があります。ご視聴ありがとうございました。